ははい、えー、皆さんこんこにちはレック専任講師横溝です合格率を爆上げする横溝プレミアム合格塾今回はこういったタイトルでですね横溝プレミアム合格塾こちら12期生を迎えますが2024年合格目標の受験経験者向けクラスこちらのですねカリキュラムなどのご紹介 それをしていきたいと思いますだいたい30分間ぐらいのお話になるかと思います最後までぜひお付き合いくださいさて改めましてですね私がレック専任講師横溝と言います2001年からレクのこの行政書士講座の講師をやっております 試験自体は2000年合格ということだったんですが、まあ、2001年の正確には7月からですねレックのところで講義をちょこちょこするようになりましてで、まあ、そのまんま2024年度試験までずっとやってきているということになってます。ずいいいいぶん長ことと、ね、講習を続けているううような まあそんな経歴だったりはするんですがさて、えー、今回ですね2024年度向けの受験経験者クラスいよいよ本格的に動き出すということです。11月12日2023年11月12日に2023年度の行政書士試験がありました。 どんな試験だったのかというのはいろんなところでですねお話をしているということにはなるんですけれども全体の出来というところで見てみると数字の上では例年とそんなに変わらないまあ全体の平均点が法令科目のところで昨年よりも少し下がっているのは事実なので難易度的には2020年度試験と同じぐらいかなっていうイメージなんですね。 一般知識に関してはこの形で出るのは最後の年ってことになりますがレックの無料成績診断の結果っていうところで見ると合合格不合格不わらず10問平均の正解とということになっておりますレックの無料,無料成績診断はねとかくその正答率が高く出やすいと言われたりもするんですけれどそれは。 多分、ね、民法とか商法法会社法の話なんですよそれはあのなぜかといえば多資格試験の方も出してくるのでそういう方が学校のの集まりやすいっていうのもあるんだと思うんですねだからあの多資格でも当然出題が見られる民法や商法会社法をもっと本格的に出るような司法書士試験とかの、ね、受験生の方が受けてれば、まあ、出来は良くなるんじゃないのということはよく言われます。 ただ、行政法とかそれから憲法とかあと一般知識などはあんまり変わらないかな、まあ、憲法も予備試験の方とかが受けてればもしかしたらとは思うんですけれど、まあ、今回の憲法に関してはあまりにもできなさすぎていて合否でそんなに大きな影響力を持たなかったんじゃないかなというぐらいちょっと壊滅的な正答率になってたりもしています。 うん、まあ、こうなってくるとちょっと問題の出し方にねむしろちょっと問題があったんじゃないかっていうそういう印象すら受けるということにはなるんですね。まあ、あのそれぞれの出来などは細かには本試験詳細解説会などでもお話をしてますのでそちらのところですね YouTube にアーカイブも上がっておりますから見ていただければなとは思うんですけれどもまあやはりなんだかんだ言いながらその 各科目ね。難易度がこう上がったり下がったりはありました。行政法の中でも地方自治法ですかね。そこは確かに難しかったのも事実です。ただ、それより前のところはまあ、例年通りの出題だったっていうところを考えると、やはり取るべきところをしっかり取って。その上で。 難しかった問題はまあしょうがないってなったとしてもトータルでギリギリのラインでしっかり守るっていうことがどれだけできていたかどうかっていうのはやはりね、えー、このあたりは基本知識がどれだけしっかり身についていたかってところに直結してくるんだろうなう合格率を爆上げするという言い方はしていますけれどもやはり今年 2023年度試験ね今回ダメだっただからリベンジするんだということを決めたあなたが合格するためにやるべきことがぎゅっと全部詰まっているカリキュラムであるというそういう意味合いですやるべきことはあまり変わってないですねその科目による難易度での色の分け方は少しあるかもしれませんがまあ今回の例えば民法だったらやはり 9問卓一出ていたら8問ぐらい正解してほしい十分できるレベルの内容だったりもする商法会社法も最低限ここはやっとくんだよってところができていれば3台は取れるその2つで行政法やそれから壊滅的になった憲法の穴埋めをするっていうようなそういう振り分けが今年の試験に関しては必要だったのかもしれません,、うん。まあ来年の試験が同じ傾向になるかといったらそういうことはないかな。 あの行政法がこうやって地方自治法難しいであちこちでケチョンケチョンに言われているうん多分まあ行政書士試験の面白いところでそういった難易度を下げようっていう方向にグッと動くと今度は途端に簡単になって。 で、ちょっと民法は簡単すぎたから難易度上げようって言うとぐーっと難しくなってっていうちょうどいいところで止まらないっていうのがね。あの行政書士試験のまあ、困ったところでもあるのかもしれません。まあ、憲法はあんまり反省しないので、うん、まあ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 ,、まあ、あ、今年よりは少し解きやすくはなるかもしれないけど、あんなもんかなっていうイメージも強いんですね。で、それからまあ行政法に関しては？ だから地方自治法などのところの難易度調整が行われれば例年通りの難易度に戻るんじゃないかなと思いますし民法は逆に少し難易度を上げてくるんじゃないかなっていうような話商法会社法はねまあ2問ぐらい取れるというところに関してはずっと変わらないんだろうなっていうようなところもありますよね法令科目の中だけでも多分2023年度試験と全く同じような難易度の構成で2024年度の試験が来るとはとても思えない。 だからやはり平均してここ10年15年ぐらいの本試験の難易度を見ながら平均的に絶対ここは取れなければいけないというところをしっかり取るもうそこにつきますそれから一般知識に関しては、まあ、今回からまあ一般知識と呼んでいいのかどうかね行政書士業務に関する基本知識みたいな言い方に科目名が変わってますよね。で レックでも一般知識というふうには呼ばずにです、ねまあ、一般知識処方例みたいいいな言い方をしています行政書士法と戸籍法と住民基本台帳法それが新たに入ってくるということなんですね。まあ、2005年以前だと法令科目の方でそれらはもう出ていましたし 何なら労働法法と税法も出ていたっていうようよな実績もあります多分まあ労働法、税法は今回は出てこないか、まあ、2023年度の本試験にも1個出ていましたが一般知識の方で顔を出すぐらいのレベルだとは思うんですけれど、まあ、行政処置法戸籍法住民基本台帳法ね、まあ、この辺りが本試験に入ってきますからそこの勉強は一般知識処方例のところでしっかりしなければいけない。悩みどころろは個人情報保護法だろうね ちょっと2年ぐらい様子を見て今までと同じ物量で勉強するような方針で動いていたんですけれどちょっと2023年度の試験を見てもうーん何だこれっていうような問題しか出てきていないしかも1問ねその1問のためにあんまり 物量多いものを勉強するのもどうかなっていうところもありますのでそれを考えるとちょっと従来とですねその事業の仕方というものを変えなきゃいけないっていうのは個人情報保護法に対ししての事業が一番実は大きいかもしれませんでそこにかけてた熱量みたいなものを今後はうん。行政処置法や 戸籍法住民基本台帳法の方に注いでいくってことになるんでしょう。2005年まで出ていたって言いましたけれど、まあやっぱりね試験員の方が問題作れるかどうかが一番のポイントなんですね。行政書士法に関しても金子先生と言われる行政書士法の条文解説なんかを書かれているまあ第一人者の先生が2000年から試験員だったんですよ。その方がいらっしゃる間は。 確かに行政処置法は非常に問題数も多いし出題のレベルも高いってものが出ていたんですがお辞めになった後どんどん出題数も減っていきまあレベルもなんか前のの問題の焼き直しみたたいにどん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 ,どんなってったんですねでそのまま2005年で多分もうこれ以上作れないっていうので試験科目から外れちゃったっていうのがあります。 まあその頃をただ繰り返し出ていた分野って結構同じようなところから出ているっていう傾向もありだから対策はとてもしやすいっていうことで2005年まではお話をしていたんです行政処置法もそう戸籍法住民基本台帳法も1問ずつ出てたの。 で、これは九十年代からずっと出ていて、まあ、二千年以降も出続けたんですが。やっぱり同じようなところをですね。こう繰り返し聞いてくるっていうような傾向が強かったです。その結果、やっぱり対策はしやすいねっても、過去問一回解いて。何が出てるか把握しておけば、大体なんとかなるみたいな感じの科目だったんですね。だから、そのあたりを同じような熱量で出してくるんであれば。一般知識処方例は、皆さんにとっては、今年までの一般知識よりもより。 対策しやすい分野に変わっていくんじゃないかなとは思いますあとは何本ぐらい出すのかぐらいはね教えてほしいっていうところはちょっとありますよね蓋開けるまで何本出るか分かりませんではあれなので、うん、それからそもそも試験員の方が問題作れるのかなっていうのは本当に疑問です試験員の方入れ替わったりしてあこういう人が入ったんだなっていうのがあ見えてくればあじゃあこういう問題出るのかなっていうのも出てくるんですけど今のところ これ収録している段階ではまだ試験員の方変わっている。 という形跡はありませんので、まあ、その結果誰が作るのっていうのは本当に大きな疑問ではあるんですけれどもね、まあ、とりあえず、うん、その一般知識の中で出すって言ってますから、まあ、そここは新ししい分野ってことうになるんでしょう、まあ、もちろんあのプレミアム合格塾のカリキュラムもですね全てその一般知識と言われる科目の中で行政書士法や戸籍法住民基本台帳法をお話しする時間を少しきちんと割いて。 で個人情報保護法のお話しする時間をぎゅっと短くするっていうそういう取捨選択をしようかなとは思っています。うんもう個人情報保護法に関してはね試験分野の分野名から個人情報保護っていうのはもう外してほしいって思うぐらい、うん、全く出ていないこれも問題作れる先生いないんじゃないかなっていうような疑惑すら出てくるというレベルなんですねなので。 ちょっと二2二2三年度試験までは個人情報保護法もそれなりのボリュームでわーっと話はしていたんですがもうその必要ないのかなっていうそんな思いも持ち続けていたりはします、まあ、あのどん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 試験もねこういう生き物で変わっていくわけですよだから当然それに合わせてこういった受験経験者向けのカリキュラムも変えていかなければいけないしっかりその試験傾向に合った形で変えていきなおかつ変えてはいけないところは変えずに やはり憲法や行政法のしっかりとした知識を身につけていただく判例の理解をしっかり持っていただく民法であれば条文の理解各種制度の理解をきちっとしてもらうどういう趣旨でその制度がありそこにはどんな効果が予定されどんな要件の下でその効果が生まれることになっているのかをきちんと把握するこれは。 合格率を上げていくためにはとても重要なことっていう話になってくるものではあるんですまあ、こうやって時代が変われば変わるところもあればもちろん変わらないところもあるそこをね見誤ってしまうのが一番怖いまあそんなところなんじゃないかなと思います まああの今回、この12期生横溝プレミアム合格塾といわれるもの一言で言ってしまえばリベンジの鍵はバランスだということですね、まあ、3つのバランスという言い方をよくしていますがうん通信・通学・ハイブリッドというような言い方やはりまあ通ってくるのがすべてではない。 渋谷駅前本校での授業ということになりますがそこに通える、ね、エリアに住んでいる方ばかりではないそれからその授業が行われている曜日に通える方ばかりではない距離の問題ではなくスケジュールの問題で通えるというような方ばかりではないだから両方のいいとこ取りをしたようなカリキュラムの進め方をしていきたいこれが通信通学ハイブリッドと言っているものです。もううちょうどコロナ の騒ぎが始まった二千二十年の時に試験的に始め、二十一年、二十二年と二十三年とね、ずっとこの形をいろいろ模索しながらやってきたということにはなっています。それからやはり学習内容のバランスというものもしっかり取れていかなければいけない。まあ通信通学のバランス、そして学習内容のバランス、さらには新しい分野やそして商法会社法というような マイナー分野ではあるけれど、まあ、今年の試験を見ても2023年度の試験を見ても鍵をを握握ってくるるるキャスティングボードを握るよううなな科目という位置づけになるわけにわです、まあ、これはあの別に2023年からではなくて、まあ、その前からずっとそうだからプレミアムの方には11期生にもね10期生の方にもずっと商法会社法はちゃんと勉強しなさいってことは言ってただ勉強する分野はもう限定していい。 何でもかんでもやらなくていい。しっかり取れるところだけ取りなさいっていう、そういう言い方をしてきたんです。それをより徹底していくだけです。っていう話になるんだろうね。はい、全体のカリキュラムというようなものなども。では、ちょっと紹介してみましょうかね。まあ、横溝プレミアム合格塾。まあ、違うガイダンスでも、この話はしておりますが、やはり。 あのプラスと言われるですね、えー、コースとそれからシンププルな横溝プレミアム合格塾2つございますやはり今回の憲法行政法のあたりでですねうんまあ問題によってはねもうこれはできなくても仕方がないかなっていうようなものはあるんだけれど正当率高い低いにかかわらず例えば問題3番とかそれから 問題の5番そして7番この奇数題ですね憲法の問題357これらができていない人は憲法の条文知識や判例の理解が甘い甘いこれはしっかり本当は取れなきゃいけない問題です。問題3番は、まあ 問い方がややわかりづらいというのはあるけれど、中を見ていって取捨選択して組み合わせで回答するっていうものなので、これは本来はできなければいけない。そのあたりのお甘さが目立つ三五七のあたりを間違えた方は、やはりあのしっかり憲法からやり直す必要はあるっていうようなイメージで捉えていただくといいです。まあ漁政法に関しては、やはり地方自治法以外のところがしっかり取れたかどうか。 問題の8番から問題の21番までになるか地方自治法の手前までだからね問題の21番のところまでの内容でここをですねまあ1問間違いぐらいで突破できてなければいけない1問間違いぐらいで突破するということができなかった人はやはり行政法の知識の詰め込みが甘い。 難しい科目とか、まあ、今回の地方自治法ははっきり言ってこれは出題者が悪いですよこんなあのまあうんまああんまりそれ以上は収録しているからね言葉遣いあまり悪くしない方がいいんだろうけれどこんな問題を出すこと自体がちょっとっていう話になってくる。だからこれができなくても全然いいんですよ。こののの地方自治法問問題題特に問題22番とか あ問題24番とかなできてもできなくても合否には影響しないからどっちでもいいしまあね、まあ、はっきり言っちゃえばゴミみたいな問題だっっててそういうい話になってくるだからそれは別にできなくてもいいでもそこにあまりにも意識が行きすぎてだから地方自治法を勉強しなきゃいけないっていうのはもちろんしなきゃいけないんだけれどそのしなきゃいけないのところのバランスを間違えるとやはり2024年度試験で痛い目に遭います。そこは そうではない本来しっかり取らなきゃいけなかったところで落としてないかっていうところをしっかり見るっていうその目線の置きどころを間違えないようにするっていうのはこれは2023年度本試験をねせっかく真剣に合格目指して勉強したけれど残念な結果になりじゃあもう一回リベンジだってなった時に意識しなきゃいけない点ですね。そういうい話になってくるんだ あの行政法の知識のところの詰め込みが甘いぞっていうことであるならばやはりそこはプラスののの方を取っていいただくっていうのは一つの選択肢です、まあ、その辺は例えば昨年ねこういう合格講座などを受けているとか他の予備校さんでもそれに類するような講座ですね通常のインプット講座を受けていてしかもその音声データが残っているとか。 何か DVD などで受けていたんだからその DVD が全部残ってるとか、まあ、最近 DVD の方少ないけどでもそういう人もいるかもしれないウェブのデータのものがダウンロードできているとかっていうようなことであるならば、まあ、そっち使っていただいてプレミア細かなそのねカリキュラムなどはこれは 別のガイダンスでもお話はしているんですけれど、まあ、大きな柱になるとすればですねやはりあの知識力強化講座こちらがもう年内11月の21日からあ実は配信開始です。これですねプレミアム合格塾の知識力強化講座は年内2023年11月21日にはすでにウェブ動画配信開始です。 これは通信通学の方ともに、まずは自宅で学習していただくっていうので。ウェブ講座を見ていただくっていう、これが十一月二十一日から順次できるっていう、そういうことになってます。もちろん、先取りの合格講座の憲法や行政法なども順次どんどん開講していくってことになりますよね。さらには。回答力強化講座、まあ、こちらは。 プレミアム合格塾の中心の講座ということになりますがこちらは発表後2月の24日のスタートなんですけれどまあ知識力強化講座やってる間にねうーんこの2月24日まで全く何もお会いする機会がないってことになると、まあ、それはそれでななんかだれちゃゃいいそうじゃないだから実はこんなのがあるんですね。 横溝プレミアム合格塾受講生限定フォローというのがあります。この限定フォローというのは。ズームを使ったですね。フォローゼミなんですね。非常に評判の良いゼミです。全十五回ということになっていますが。 まあ実際のカリキュラムとしてのズームフォローゼミなんですが、こんな感じです。ちょっとそのカリキュラムのところを映してみたいと思いますけれど、まあ、もちろん、Zoom フォローゼミはご自宅で受けていただくということを中心にしています。でなんですが、はいえーとですね、今回、このフォローゼミに関しては扱う科目がもともと決まっています。で 本試験大反省会法令科目全般というのが3回にわたってこの日程よく見てください発表前です12月1月2回というので発表前です。というのは実施時間のところをね二丸一でということになるんですけれど12月の23日からこれズームフォローゼミこれ初めましてのズームフォローゼミになるかなまあズームでのゼミなんですけれど参加した方どんどん当ててきますから。 これねやはり11期生もそうですけど10期生もそうですけれど相当緊張するみたい。冷や汗が出るってみんな言いまますすガガガガン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 聞きますからで本試験の問題についてからあそこからですね関連する話など何を分かってなきゃいけなかったのかっていうところをこう3回かけて、えー、ガンガン聞きます。 そこから先は行政法民法行政法民法と三回ずつずっとね月に一回とか二回ペースでこう進んでいくっていう感じになっています。まあこのあたりはあの一問一答形式の問題をズームのアンケート機能をうまく使って。 やってもらった上でその場で解いてもらった上でそれに関する話をしていくっていうので、まあ、あの実際に知識の確認がねどんどんできるようなそんなあゼミにしていこうかなということなんですね。だからズームフォローゼミはですからそういった形でちょっと問題解いてもらってはそれについての話を参加者に当てながら聞いていくっていうことになります。 まあ、うん実際それで当てられると、ねまあ、非常に緊張する中で一生懸命考えるということができたりはする。それが 本番ででのの耐というんですかあ耐える方の体制、ね、それを養っていくことができるもしくは記述の問題などの論点の創作をするというような思考回路をしっかり身につけることができるやはりそのあたりのただ単なる知識ではなくて問題を解く時に使える知識にそれをどんどん変えていくトレーニングがどれだけできているか。 しかも一定の緊張感を持ってそれができているか自分でやれって言ってもできないだろうからゼミでどんどん鍛えるというこれがプレミアム合格この「ズームゼミ」はですね最後の最後までありますよ、えー、と実は「z、えー、ズームフォローゼミの後」のあと今度は「直前ズームゼミ」っていうのが入ってます。 まあこちらはご覧ののりり月3日まままでで本試験の1週間前まであります最後の最後までだれないようにねこのような話をゼミでしていくっていうことができるようにここは直前対策でいろんな科目を、まあ、むしろ参加者の方からリクエストを取ってやったり模試の反省会をやったりというのが直前ズームゼミの中心ですね。 またこのようなゼミをやるだけではなくですね本試験までに最大3回ということになりますが Zoom 個別相談もやりますですからこれはもう通信通学の方ともに Zoom での個別相談まあ予約制での個別相談ですでえまあ一応3回ありますので時期別にねえまあ申し込んでいただいてすぐの 年明け一月、二月ぐらいと、それから六月、七月ぐらいの間。と、最後が九月下旬から十月にかけて、とっていうので、三回のシーズンに分けてですね。えー、皆さんの個別相談に応じます。一人当たりだから、最大三回参加できるので、まあ、時期ごとにいろんなどうですかって話ができるっていうような個別相談ですね。あの徹底的なフォローをかけていく、ということを行って。 て、皆さんの合格への道というものをしっかり。作っていきたい、一緒に作っていきたい。まあ、今年の場合は行政書士法など新しい分野も入ってきますので。まあ、そこに関してはね、受験経験者も何もないわけですよ。まあ、みんながゼロからスタートするっていう分野もあったりはするので、まあ、その辺含め。一緒に合格への道ってものを作っていきたい。それによって、この合格率を爆上げするんだっていうような。 ことを実現していいきたいこれが合格を一つのね、えー、通過点というふうに捉える横水プレミアム合格塾12期生だと是非こ,この12期生のカリキュラムにですねご参加いただきリベンジを果たしそして合格した後どうしたいのかというあなたの本来の夢に向かって歩いていけるようにしていきましょう。 一緒に頑張りましょうぜひあなたの参加をお待ちしています